田三成が2万の兵を持って星城へ攻め込んだ。迎える我ら成田軍の兵はわずか500余り。船にも海上するより他なかったのである。がしかし総大将成田長千様の一言が坂東武者の心に火をつけたのである。戦いましょうぞ。回避は戦に出れぬものの
城内で毅然と指揮を取り、男たちは戦へと出て行きました。坂巻幸恵は下押し口、柴崎泉守は長野口、正木丹波守利秀は